<laughs> 今日はどうよかわいいでしょーにふ,ふふ。もうそろそろ、私の魅力に釘付けになって、獣になっちゃうかにゃー。そんなことないひどいにゃー。せっかくこんなにかわいい格好してるのに。うんー、もっとエッチいい格好じゃないとダメにゃのかなー。 んどうなのどうなのそんなことない君はなかなか手強いね。ねねどういうのがタイプにゃのもっと清楚で可愛らしい子私と全然タイプが違うじゃない。もう、かなり強敵にゃのね。 そんなしつこいのかえ今の流れで聞いちゃうのふふ、<laughs> 実は、まんざらでもにゃいんだ。だって、君以外にいい人いないし、あとさ、私もう少ししたら発情期始まっちゃうんだよね。知ってる もう異性を求めて体がうずいて仕方なくなっちゃうの。それ以外のことでまともに動けなくなっちゃうから大変だし。だから、満足させてくれる異性が欲しいなって。<laughs> 大丈夫、大丈夫。ちょっと動けなくなるまで疲れるだけだから。だから、ね。<laughs> きっと、 いい具合だと思うんだよね私も完全にその気だし満足以上に天国気分やゃの二人っきりでにゃんにゃんしないえそんなムードのないことしないもうせっかくのチャンスなのに なんだ、もう知らにゃいから。 それよりもさ、やっぱり、手伝ってくれにゃいかにゃ。<laughs> 何をってわかるでしょ発情して仕方にゃいの。君のことばっかり考えて、どうしようもなくなって、気づいたら、 出てきちゃった。<laughs> ねえ、どうしては閉ざさるの <laughs> いいじゃん。私と、にャんにャんしよう。悪いようにはしにゃいから。ちょっと体を預けてくれれば、 家までお持ち帰りして、服も、剥いであげる。うーやめてくれ。<laughs> にゃふふふにゃふふふふ。やめにゃーい。<laughs> にゃふふふ。はあ。嫌がってももうだめにゃ。あたし。 耐えられないから。発情期の迷いでも、全然構わにゃい。むしろいますが、交わりたいにゃ。<laughs> 助けて。誰今 誰に助けを求めたのねえ、そんなに私とするの、嫌にゃのなんか、真面目にやってたのが馬鹿みたい。 私に懇願するんじゃなくて、他人に助けを求めるなんて、最初から勝ち目がないなら、無理やり襲えばよかった。だから、もう手加減しにゃんよ。もうお前は私の獲物、発情期の慰み者になるのにゃおもちゃよりも、たっくさん使ってやる。 哥哥。